東京高等学校は東京都大田区の木二丁目にある私立高等学校を1872年に数学者の上野清志が前身である上野塾を創設した明治時代に何度か校名の変更や移転を行い1899年に校名を東京高等学校に変更した1971年には男子校から男女教学化した 明治時代には、旧制第一高等学校合格者数で上位につけていたこともあった。学校法人、上野塾が経営しており、同じく大田区内にある、東京実業高校は併設校、宮城県仙台市にある、東北高等学校は姉妹校である。玉川の河川敷沿いにあることから、土手高とも呼ばれる。スポーツが盛んで、陸上競技では、 インターハイ全国大会優勝、テニスラグビーでは、全国大会出場の実績がある。また、2008年2月に放映された、ドラマ、一瞬の風になれでは、学校が、全面的に協力している。そのためエキストラには生徒らが、物質や、練習風景などでは、校舎などが映し出されている。文化祭は、胃腸祭と呼ばれ9月に行われる。 多くの来場者で賑わう。ありがとうございます。